はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきましょう。世界の時が止まったところですね。まあこのままここにいてもしょうがないんで、ちょっとニューゲームプラスから、やっていきたいんですけど、そう、ちょっと思ったのが、前回なんかボスがやたら弱えなって思ったら、レベル上げのためにちょっとカジュアルにしたんですよね。なんで多分それでめっちゃ弱くなってたと思うんですよね。ちょっとノーマルに戻しましょう。なんかやたら楽に倒せるなと思ってたら、浮遊城の敵強かったんでカジュアルでレベル上げしました。チキンがっていう感じですけどね。ちょっと最初に戻りましょう。それなんでここからタイトルへ戻ると、あれ、でもちょっと一回セーブしとこう。このままタイトルに戻ったらカジュアルのままニューゲームプラスになりそう。ニューゲームプラスと。で、これ。いや、これ、待って、どういうこと？ニューゲームプラス。これ。あ、ここにセーブしよう。おー、来たー。待たせたなー。世界、どっから来たんだお前は。アニエ様、お下がりください。暗黒騎士が2人いるんだけど。クリスタル聖教とそのようやくたどり着い、何者に。あらあら、お元気です。長年にはそのこの場を私たちも。なんだとこの絵、アナゼル。オッケー、私に続くぞ。いや、お前はアナゼルの偽物だ。俺がアナゼルだ。ゼロ、所詮ゼロか。お前も所詮ゼロだよ。偽物は下がってろ。この皇帝世界を、この世、待て、俺の名は本物の暗黒騎士だ。聖教騎士だ。三重士の名、ほう、そのおま、でこいつら暗黒騎士が2人いることに何にも思わないのかな。ザ・ワールドを使いましょう。ザ・ワールド、時を止まれ。ブレイブリーセカンド。おー、来た。それはやり直す勇気。どっから湧いてきたんだこいつら。たとえ失敗してもその経験は君の力に、カットできねえし、肉となっている。そして次はもっとうまくやれるはずだ。なんだ。あー、なんだ、びっくりした。暗黒騎士が喋ってんのかと思った。それこそが、おお、なんで光ったんだ。光った理由がわからん。やっと会えたな皇帝。お前にだけは負ける。この皇帝に言ってもしょうがなくね。未来を作るの頑張りベンジだ。皇帝戦か、ちょっと不安だな。第5章頑張りベンジ、これは分かりやすいな。いやー、皇帝戦だマジで。どこから湧いてきた。確かにそう思うよな。絶望に費えぬ希望、奇跡が僕、諦めなければ。そう、でもさ、人生にやり直しは効かないんだよ。否定してくれる、この言い回し。どうしようかな。とりあえずデフォルトしよう。デフォルトで貯めておこう。あ、待った。あ、マグノリアなんで3番目に来てんだ。調べよう。コースが高っ。うわ、攻撃力全員上昇5万か。まあそうだろうな。どうしようかな。そうすると、とりあえずデフォルトのイデアが2番目に来てるから BP をちょっと上げよう。で、こいつ何気にエビで対応するっていうのを使えるからな。エビ対、お、来た。やべか、強えな、やべえな、死ぬぞこれ。6800か、結構強いけど。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これ先に発動してくれなきゃ死ぬ。エビデタイオツルやるか。エビデタイオツル、うわー、やばい、殺された。遅かったか。そうすると、とりあえずブレイブで、ウェッカのウルフからの、間違えた、またこのパターンでいくか。イディアはブレイブをかけて、
蘇らせるか。エビで太陽釣るは重要だからな。ケアルだ。でこいつはもうそのまましよう。オッケー、すげえ、めっちゃ強い。1600じゃ耐えきれない、死ぬ。4000、え、こんな強かったっけ。おお、あ、そうか、攻撃力が上がってるからだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、デフォルト、デフォルト、ちょっとイゼアがマジやべえな、これ。ケアルダ、あー、マグノリアにして、エビで太陽釣る、そうだな、死ぬかもしんないから、ちょっと一回ブレイブをかけて、ケアルダじゃなくてレイズを先にかけよう。で、さらにケアルダで、これはエビで太陽釣るで引き寄せよう。よし、これで生き残ってくれれば、それ、あ、で、全然関係ねえし。やられちゃったよ。あ、ダメージ元に戻ってる？蘇らせよう。フェニックスのオーデーイデア。かつ、エクスポーション。エビリ対応する！またかよ。これ好きだな、こいつ。デフォルト。で、イデアは、ケアルダ。ちょっと待って、ちょっと待って、溜まってるから守ってあげるようで守ってもらおう。で、ケアルダで、マグノリアはこれで生き残ることを願おう。頼んだぞ。うわー、生き残った、くらえ、6800、よしよしよし。小悪魔エンジェル、アンコールが出たな。1700はちょっときつい。これはもう完全に攻撃勝負だな。ちょっとデフォルトかけよう。ここは回復に入らせてもらう。うわ、死んだ。ダメだったか。くらえ、くらえ。でもこれならガンガン削れんな。攻撃力をアップさせたのがあざとなったな、皇帝よ。エクスポーション、負けだ。でもさ、さっきの皇帝はもうどっか行っちゃったわけだよね。あ、強くなったな。もしや兄貴？え、デニー兄さん？そんな名前だったっけ？兄さんってどうして？いや、お前に裏切られたからだよ。ブレイブリーセカンドとかいう剣、ブレイブリーソードだっけ？忘れちゃった。和平の式典を襲ったというのはこいつか。王様を襲うな、捕らえろ。てか、アスタリスクはないのか。アニエス様、助けに来て。あ、そういえばでもティズって眠ってるんじゃないの。会いたかった、私は。ここの地図はどうなってんだよ。いいで、じゃあ、俺もありがとう。お、元気か。お父様、アナゼル。しかし、なぜ俺の偽物がいるんだ。イデアにディズオーリア。初めから全部俺たちが辿ってきた。でもさ、そんなことしても今の。そういえば、私もなんとなく覚えています。あれは、そうなの。夢、アニエシの思いも、あの結末を繰り返すわけにはいきません。君たちのおかげで皇帝を捕らえられた。こっちはこっちで進んで、うん、あっちはあっちで進むんじゃないの。浮遊城もあるし、魔王か。その中には魔王がいる。そう、今ユウの言う通りです。ユウの言う通りです。直ちに式典の続きを取り行いましょう。てか、ジャンとかは、そうすると。
いや、いろいろ矛盾が発生すると思うんだけどな。暗黒騎士が二人いるとかさ。私たちは今ここに十数年の長きにわたり、いいえ、それはずっと繰り返されてきた長い政教と公国は一切のいさかいを。おお。私は皇帝によって魔王を宿した。クリスタルは暴走し、私はそう。あ、そうなんだ。繰り返す繰り返す軸永遠と繰り返す。そんな諦めに聖教騎士団三重士はは？みたいなエタルニア公国この絵。はい。陶器月よりの使者イエス。なんだノルエンデの英雄は。てか今のティーズはどうなってんだよ。だからおかしいだろう。あなた方のお力で、しかし、すべて世界を変えてしまおうとするグランツ帝国。グランツ帝国ってそもそも何なの？この世界を聖教の皆さん一緒に最後に牢獄頑張リベンジですよ。これさ、絶対法王様頭おかしくなったんじゃねえかって思うよ。王じゃねえよみんな。来た。帝国軍の主。あれ、あいつがいる。ていた牢が破られました。なんだって。おえ、旅人がいた今。はい。おし、行くぜ。てかお前のジョブよこせ。皇帝を追ってくださいって言ってもな、とりあえず全回復はしてるか。あれ、アナゼルがいなくなってる。こいつか。何がどうなってるんですか。まあそりゃそうだ。あ、猫がいる。猫、あ、さっき猫に話したのか。なんか怒ってるよ。宝箱の鍵、もしやこれ青い宝箱の鍵じゃん。これ見逃したら取れないってこと。あ、でもここには何回も入れるか。さあ行くか。宝箱欲しいな。宝箱回収に行きたい。まずは魔法屋とかどうなのかな。やってるよ。待ってるよじゃねえよ。武器屋はやってるね。超弱えし、いらねえよこんなもん。お、裏切るのか貴様。そうだよ、見てわからん。なんだと。よく見れ。おい、そんなん覚えてねえよ。ジェロム・バレス。そうか。一戦ならば教えてやる。身軽だなこいつ。そして今度こそ覚えておけ。いや、もう死んでるから覚えらんない。サーサー。お、こいつは新米兵士じゃないか。オーサーか。ま、お前は生まれてなかったしな。お、優しいねじゃん。さあ、陛下。こいつも意外に身軽なんだな。ジャン、ニコライさん。お前ら、何度でも殺してやる。来たかゆう、再会を祝いたい。我らも。結構走るのは遅いんだな。お、そうか、こいつらも生きてんのか。でももうアスタリスク持ってるしな、こいつらいらないんだよな。待って、デニー兄さん、話を聞いてよ。ユウ、お前のならば私のが全てなかったことです。ああ、それこそその仲間を捨て石にして逃げ。なんだと。いけませんぞ陛下。しかし大事なことですので重ねて申し上げます。ああ、そうかそうか、こいつは仲間思いだもんね。我らの中なんだ。陛下逃げて。黒巫女はやめ。陛下の悲願は。またお前らと戦うのか。家族、そして
陛下の私の深い悲しみ、この腐り果てた世界。ここは何度来ても無駄だ。俺たちだってそこをどいて。いいえ、目の前の障害は全て。さあお前、皇帝陛下。すまない、あい頼んだぜ。承知した。来るか。さあ来なさい。私は当たって身勝手なか、恨むどころか感謝。私はでもどうせこいつは強いんだろうな。デフォルト、イデアは守ってあげるよう一回発動して、ここでマグノリアがエビで逮捕する。で虫眼鏡で調べよう。それが一番早い。クーフリン、おらおらおら、無駄だ。超強い。8500、41000。弱点雷なんてあったんだ。スクリットってなんだっけ、ウォール。なるほど。とりあえず守ってあげるよう重ねがけして、こいつはもうエビで対応するだな。ほい。無駄。レインってあいたたたたたた、弱っ。パワーはあるけど弱いな。あとはマジックパワーが残ってる限りエビで対応するで減らせ。ユージェネ成長、お前の血にはその口だったら、あれは血に染まった夕まで気を失っていた私の世界に疫病をばらまいた大手柄だ。それどころか獅子のも、そうだ、成長騎士団の闇っすね。おら9999、初めて出たな。ミスト、あいたたたた、なんだなんだなんだ、ダメージを食らったぞ。まあいいや、とりあえずエビで対応すると。ミストってなんだ。私は殺された。あーそうなのね。そのため高名な呪術師を招き、なんとなのに代わりに生み出したのは何百もの人の自我を取り戻せ。それがしたい、この戦士クーフーリン。なるほど。ある探検隊が古代遺跡から持ち帰った、その中の一つが修行で滅んだと言われ、私のやり場のない。なるほどね、結構いろいろ教えてくれんね。くらえ。あといくつだ。いてて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 、うおー、なんだ、何があれなんだ。737だったら耐えられるよな。それじゃあ我は決してあやめ様の魔力によって。なるほどね。じゃあさよう、すあやめ様が再び血を。まあお前から先に倒すけどね。おーし、耐えろ。くらえ。まだ生きてるか、しぶといな。スピリットウォール、6900か。次で倒せるな、これ。なんで、ブレイブをかけて、劣化のウルフ。あやめを殺すか。まあ、先に攻撃しときゃよかった。なんかもったいなかったな。で、イデアは、ケアルダでマグノリアを回復させて、エビで対応する。これで倒せるっしょ。ほいほいほいと。みんなしぶとくなってんな。おら、行くぜ。くーらえ。強い。よしよしよし。さらばだ。もし格なる上、対応はそれなの。逃がさないよ。どうか。あなた、こいつらは私たち、そうです。悲しいお話だな。ケアルダ、こいつは何をしてくるんだ。おお、いってなんだか知んないけど、ちょっとよくわかんねえな。イデアは U を回復させないとまずい。
これ魔法かな。そうすると馬の耳に念仏、うん、ちょっとこれにしてみよう。ケアルダスピリットレイン、これ馬の耳に念仏、つえマジつえ。ちょっとこいつ反則だな。こいつわっ死ぬ死ぬ死ぬ。スピリットレイン、これ馬の耳に念仏でしょ。おっ9999。いやーすげえ戦い方見つけたな。ゲイボルグだって、やった、超強そう。まあアスタリスクは持ってるからな。お、生きてる。生きてる。殺しはしない。なぜとどめを刺さぬ。そんなことで、そんなつもりはないよ。ここであなたたちを殺してしまったら、前回殺したよね。殺してアスタリスク奪ったよね。同じになってしまう。そうか、もうアスタリスク持ってるから殺す必要はないんだ。繰り返しちゃいけない。そんなこと言って。でも、ユウさん、この者たちをどうしますか。連れ込んどけ。まずは手当てしてあげてくれ。その後はアニエス様に会ってもらおう。なんで。え、ローへでは。ローだよ、ロー。何甘いこと言ってんだこいつは。うん、彼らの過去の出来事とはいえ、俺たちは彼らの話に真摯に耳を傾く。そしてアニエス様のもと。私ならば大丈夫。あ、そうか、こいつ連れ去られてないんだ。話は聞きました。しかし良いのです。どんなに耳に痛い話でも。敵の総大将、やんごとなき方のせっかくのお招き。クーフーリンは無人だな、マジで。様、ただし武器。承知した。武器どんだけいっぱいあるんだよ、クーフーリンだって。こんなに。なんかくれ。構いません。では世界疫病の頃、今から二十数年前のアニエス。え、ユウ、お兄さん。ええ、ちょうど決まったら作戦会議。ええ、ここから物語が進んでいくのか。黒巫女あやめとかあったらめっちゃ強くなってんな。状況は今お伝えした通りです。あの皇帝オブリビオンがゼネオルシア家の、一体何とお詫びしたら良いものか。この暗黒騎士が2人いるってかなり不自然だな。それを言っても何も始まらんだろう。あ、じいさんとか生きてるし。君がしてきた努力の数々を。兄さん、同じ結末を繰り。その通りだ。我らが総力。お前すまん、殺しちゃったよ。ああ、ありがとうございます。皆さん、彼らの目的は氷、つまりアニエスが絶対的に狙う。では我々広告軍が総力を。我々エーゼンベルグ軍も法王様の警護の任につきましょう。おお、さすがだ。よし、ねえねえ、浮遊城、皆さん、なんでゴニョゴニョするんだよ。考えたものじゃの。おう、どうたす。ああ、そう言われると思ってな。もちろん飛べるよ。段取り良すぎだろ。さんもユウのこと覚えててな。話が早かったぜ。なるほど、記憶はあるんだな。ありがとうございます。出発の前になんかいいのくれよ。あれ、いらんよそんなの。ええ、割れてしまったものは仕方が。また携帯電話か。有効に。これがあればここにいる皆さんに。アイキャル。それじゃあ私たちは時空の羅針盤を取りに行きましょう。てか、そうすると皇帝は何なんだ。前のところで目的を果たして、うん、皆さん、その後が分からん。アニエス、アニエス様。え、
おお、猫、同じことか。ウッドマン司令。てか、お前のジョブが欲しいよ。とりあえず宝箱のやつを手に入れたから、宝箱を回収に行きたいっすね。あれ、なんかメインイベントがいっぱいある。でも相変わらずの武器の弱さだからな、ここに売ってるのは。それは変わらないんだな。とりあえずセーブをしよう。友達データが更新されてるよ。コム太郎いらん。いいよね、セーブしちゃって。 OK。 はい、というところで、じゃあニューゲームプラスで新たな歴史を作っていく展開になりました。とりあえず初めからっていうことはなさそうなので、またこのまま続きをやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。